泳ぐしか私は高望みしすぎたのだろうかじわじわと締め付けるような切迫感が喉元を這い上がってくるそれは秋の気配が漂い始めた9月のある日千加子が20年近く勤めた会社から解雇を言い渡された時のことだった来期には会社は多国籍医療機器メーカーに吸収合併され 40歳以上で進行中の案件に携わっていない者は年内の人員整理の対象になる部長と人事課長から淡々とした説明を聞きながら近子は先週行った中古マンションの内覧会のことを考えていた近子には昔から自分に分不相なことをしたり願ったりすると何かの歯車が狂うというジンクスがあっただから「樽を知る」を座右の銘に 自分にふさわしいかふさわしくないかでさまざまな判断をしてきた三流の大学を出てなんとか滑り込めた中規模のメーカーでは野心やりがいよりも無遅刻無欠勤に努めた旅行は国内パックツアー合コンではいたかどうかも曖昧な座敷わらしのような存在に徹し住まいは都心まで乗り換え2回の不人気エリアでユニットバスに親しんで 中古マンションの購入というのは20年近くそうした堅実な生活をし続けてコツコツ貯めた貯金とそれほど多くなくとも安定した収入を持つ独身の自分に見合った望みだと思っていたのに近加子の脳内は衝動を一切放棄しむしろ水のように静かだったひたりとした静寂の中で近加子は自問する不惑の年を過ぎた独身 間もなく失業する自分に相応な未来とは何だろうその週末千佳子はめの12歳の誕生会のために集まった家族の前で解雇を言い渡されたことを報告したシカちゃんニートになっちゃうのシカちゃんとは千の鹿のこと書く千佳子の愛称だ中年の売れ残りで無職ってさ人生積んだって言うんでしょ 姫とその兄になる15歳の甥いが口々に言うと義兄が厳しい顔で二人をとがめた二人ともつきたての餅のようだった頃からの付き合いなので何を言われても許せてしまう会社が転職エージェントを紹介してくれたし自分で調べた会社と二社来週には登録に行くつもりそのまま家族の幸せとキャッチコピーがつきそうな団らんを。 自分の失業話が邪魔しているようで近加子は努めて明るく言った四十過ぎの女で特別な能力もないのに再就職なんてこのご時世じゃかなり難しいんじゃないのか娘に対してつゆほども遠慮のない父がズバリと言ったそんな父に寄り添うように母が続けた「そうよねすぐに見つかるものじゃないだろうし」 東京じゃ家賃もバカにならならいでしょ。とりあえず一度うちに帰ってきたらああそうしろそうしろバイトでもしてなんとか暮らしていけるだろう両親が等間隔に眉根を寄せて同時にうなずき合うとそれまで海外しく皆にワインを注いだりチーズを切ったりしていた姉の千鶴子が突然口を開いた「鹿ちゃんはやっぱり婚活をした方がいいと思うの私の同級生でね ずっと独身で悩んでいた子がいたんだけど結婚相談所で紹介された人とついに結婚したのその相談所成婚した人の紹介があれば入会金がいらないから「妹さんどう?」って言われたのよ今日ちょうど話そうと思ってたんだけどそんな状況ならなおさらよ真剣に考えてみないでも40過ぎで特に美人でもないのに相手なんて見つかるかしら 娘に対してみじんも気を使うことを知らない母が心配そうにつぶやくと姉は瞳を輝かせて言う友達は43歳よ相手の人はバツイチだけど子供もいなくてずっと一人で生きてくのは寂しいからパートナーを探してたんですって今はほら離婚が増えてるからバツイチの人も多いでしょああなるほどそうね 子供がいないならバツイチでもいいわね給食の話がなぜ結婚の話に変わるのか結婚とかそんなん今更いいよそんなことより仕事を見つけないと母と姉は先々のことを考えなさい探す前から後ろ向きにならないでなどと言葉を重ねる黙り込む千加子に若干酔いの回った父が一段太い声で言い放った <laughs> そりゃあな 女だだてらに立派だと思うよ真面目に働いて20年近くもよく頑張ったもんなだけどそれでお前の手元に残ったものは何だ女としての幸せを全部捨ててまで仕事したいと思ってるわけじゃないんだろうのりえを見てみろ家族がいないからこのままじゃ最後を見とるのはお前たちだ寂しいもんだぞ 独身のまま先頃市営の福祉施設を定年退職したおばを思うと必死で顔を上げプライドを保とうとしていた近佳子の背筋がみるみるたわんだ姪の誕生会から一週間も経たない日の夜当の,のり江おばから電話があった「突然ごめんね」「千佳ちゃん大学で写真部だったでしょちょっとね写真を撮ってほしいんだけど頼めないかしらお礼はするわ」 何の写真もう全然撮ってないしカメラだってそんないいもの持ってないよ。うん、まあ詳しいことはあって説明するから私の携帯のカメラで撮るよりは何でもマシだと思うのよ。あ兄さんと姉さんには内緒でね。おばの携帯とはおそらくガラケーだろう。結局肝心のところをごまかされたまま千加子は次の土曜日の午後に埼玉の,のり江の家に行くことになった。 今日はわざわわ。ざざありがとうね。助かるわ自撮りっていうの一応試してみたのよでも腕が短いからうまくいかなくてさ昔シカちゃんが撮ってくれた写真がやっぱり一番きれいに写ってるなと思ってねじゃあ被写体はおばさんなんだね何に使うのあのね結果が出るまで内緒ってことでもいいかしらやっぱり照れくさくって。 とにかくなるべくきれいに撮ってもらいたいの顔のアップと全身写真で照れくさい顔のアップと全身写真結果待ちそれはお見合い写真に他ならないのでは名の誕生会以来婚活の2文字にとらわれていた近加子はすぐにピンときたそれなら服とかメイクとかもきちんとした方がいいんじゃない 口紅には1個だけあるのを塗ってみたんだけど変あと服は一応何パターンかコーディネートを考えてみたののりえが指さす先にはハンガーにかかった古臭い紺色のツーピースやいかつい肩パッドが目立つ黒のスーツがあったえー、っともうちょっと明るめにしようか結局チカ子が服のコーディネートからヘアメイクまですることになった。 噂には聞いてたけど眉毛ってこうして整えるのねなるべく痛みの少ないようこわごわ毛抜きを使う近くをよそにのりえは目を閉じウキウキと笑うファンデーションを塗りおしろいをはたき目元にアイシャドウを控えめに重ねるチークもアイシャドウで代用した口紅は一本しかないという派手なオレンジをティッシュでたたいてなんとかなじませた すごいいわプロみたいしかちゃん自分のお化粧はかまわないのに上手なのねこれでも全くかまってなくもないの本当はアイライナーとマスカラがあるともっと印象が変わるんだけどね手鏡を見ながら少女のようにはしゃぐおばがなんだかかわいい次にクローゼット中を探し回りのり絵が横でそれは普段にだからちょっと地味すぎない な何と,とか顔写りがいいオフホワイトの柔らかなシャツと何の変哲もないグレーのロングタイトスカートに冠婚葬祭用パール同僚のイタリア土産だったという薄い緑のスカーフに落ち着いた服を着替えてもらいボサボサのおかっぱ頭もヘアクリームとドライヤーで癖を整え いよいよ撮影に入った時はすでに日が傾き始めていた姿勢や手の位置顔の向きまで細かく指定してファインダーを覗くと近くを迎えた時よりも一段華やいだおばの笑顔があった仕事人生を貫いても晩年の入り口には結局女の幸せを求めるものなの年を取った先に待っているのは勤め上げた達成感ではなく後悔なの人生に折り合いをつけ 受け入れてきたと思ったものはごまかしだったのちか子は口には出さずにおばに問い続けるおばの向こうにはそう遠くない未来の自分がいるシャッターを押すごとに自分の足元が次第に狭まっていくような心もとなさを覚えたじゃあ指定サイズに加工したお店に申し込んだら連絡するねおばさんは店頭で受け取ればいいだけだから今日は本当にいろいろありがとう。 結果が出たらきっと報告する。医療機器関連と現在の業界に絞ってしまうとご紹回数が限られるので広く営業アシスタント職で見ていきますね自分より一回りは若そうな転職エージェントの女性に言われ千加子は素直にうなずく担当エージェントの手元には千加子があらかじめ登録した職務経歴のデータがある。 それらのデータを入力するときに味わったかすかな恐怖を千加子は生々しく思い出すずらりと並んだ経験業務スキル一覧のリストにチェックを入れようとしてほとんど当てはまらなかったのだできることが少しずつ増えそれなりに気づいたはずの職務経験だが世間で認知されるスキルというものはこれっぽっちそう宣告された気がした スキルチェックはあくまで目安ですし考え方次第ということもありますからエージェントは慈悲深い笑みを浮かべた言葉通り彼女は近カ子の詳細な経験を聞き出しながら「それは市場調査と言えますね」いや「契約後のやり取りはコレスポンデンス業務と言い換えてみましょう」と鮮やかにファイルを調整していくこうして近カ子のできることはデータ化され あとは完璧なシステムとその道のプロがデータベースから最適な仕事をマッチングしてくれるそれから年収について申し上げにくいのですが太田様のご年齢とご経験では現在と同レベルというのはまず厳しいとお考えくださいよくて3分の2というところでしょうやはりマネージャー経験がないとステップアップというのは難しいものなんですええ それは々理解しているつもりですよかったです。やはり社会経験の長い方ですとここのところにご納得いただけない方も多いのでただ頑張り次第でまた昇級や賞与の可能性もあるわけですしご退職までの3ヶ月間で決めることはなかなか難しいと思いますが一緒に頑張ってまいりましょう。 人材紹介会社のビルを出るとそのまま同じターミナル駅の反対側にある結婚相談所に向かった慣れないことはなるべくいっぺんに済ませてしまいたいいかにも優しげで品のある母親善とした中年女性が近く子の担当コンシェルジュだった太田様はとても謙虚でいらっしゃるから良い方が見つかると思いますよはいやあのこのような私でいいという方なら そう、割り切るのが難しいものなんですよ。こう言ってはなんですがやっぱり年収や学歴を気にされる方が多くてそういった条件でハードルを上げてしまうのは特に40歳以上の方ですとどうしてもね入会に際してはお相手に望む条件という数十項目にわたる設問に「こだわる」「どちらかといえばこだわる」「どちらでもいい」「どちらかといえばこだわらない」「こだわらない」 の5段階で答えるのだが近子はこだわらないばかりに丸をつけていたそんな自分にそうな相手は希望条件をまとめると働いていて暴力を振るわない男ということになるお相手の希望年齢に40代が入っている方でお子様を欲しがる方ですと少々難しいと思いますのですでにお子様がいらっしゃる方あとは 子どもが欲しいかの項目で参加それ以下にチェックされてる方、この辺りで検索していくことになりますね。あとは結婚後のお仕事ですが、今は共働きを望まれる男性も増えてますけど、高齢になるとご両親の介護ということも出てまいります。太田様はこだわらないということですので、どちらでも問題ないですね。ええ、できれば働きたいと思ってますが、担当は、 お相手様とご相談されるのが一番だと思いますよと言ったちか子はその一日で自分を小さなパーツにバラバラにして棚卸ししたような気分になったひどい疲労感を覚えながらちか子の思考はアメーバーみたいに伸び縮みする乗り江からの切符がもたらされたのはちか子が4社の書類選考と1社の面接に落ち5人の男性に会う前に振られた後 一人と初めてのお見合いをした後だったやったわもう信じられない本当にシカちゃんのおかげよおばさんおめでとうよかったねそれで相手はどんな人シカちゃんあの誤解させてごめんあれお見合い写真じゃなくて申し訳なさそうに続けるおばの言葉にちか子は絶句する のりえはあの写真を使って去る有名な演出家が率いる劇団のオーディションに応募していたのだったまさか私みたいな素人が受かるとは思わなかったんだけどシカちゃんの素敵な写真のおかげで書類選考が通ったのよなんかに受かって喜ぶなんて婚姻試験以来だったわおばさん女優になる気なの今更この歳でね ただ老人限定の募集なんてちょっと面白そうだなと思ってここから演技の選考とかあるからまあ厳しいでしょうけどそれでさ打ち明けついでにずうずうしくまたシカちゃんにお願いできないかと思ってのりえのお願いはセリフの練習に付き合ってくれというものだったオーディションの課題はチェーホフの三人姉妹だという若い頃よりは良さが分かるようになった 読み返すたびに感情移入する人やセリフが変わってくの膝の上には付箋だらけの三人姉妹が置いてある確かに人生の黄昏を迎えた人々の滑稽なまでの愛観が詰まっているが実は姉妹の長女のオーリガでさえまだ三十一二歳であるということが近く子の胸を冷たくするずっと働き詰めで頭はカサカサ すっかり痩せて年を取って器量は落ちてしまったその代わりに得たものは何もない何一つイリーナのセリフねシカちゃんなかなか上手じゃない三女のイリーナは物語の終盤では24歳2人の男性から熱烈な求愛を受けているという設定だ現代ならつやつやピチピチの年頃で 2倍近く生きている近カ子からすれば何もかも売るのはこれからだろうがと思う私はちゃんと頑張って生きてきたと思ってたのに今周り中から人生で価値あるものは何も得てないって言われてるみたい本音をそのまま口に出してもセリフじみて聞こえる勝手におばから二重の裏切りにあったような気になり破れかぶれだった近カ子は その勢いのまま解雇による給食活動のことも勘違いで触発された婚活のことも打ち明けていた残念だったわねでもシカちゃんに価値がないんじゃなくてその会社や相手の希望とは合わなかっただけなんだから後ろ向きに考えちゃダメよそれにこの間お見合いした人には気に入られたんでしょそうなのかなだってまた会いたいって言われたなら しかちゃんは乗り気じゃないんだそういうわけじゃないよこんな私にありがたいことだと思うしただずいぶん異性交友から遠ざかってたから古い言葉使うわね条件の暴力を振るわないがどうやって見極めるのまあおいおいただ大事なのは結婚したかったら今の私にふさわしいというかそれ以上の相手なのかもしれないってことで その結婚したいの前提がシカちゃんは違うんじゃないの私がいろいろ勘違いさせたせいもあるけどそれはやっぱり今も未来も不安定だから経済的にも精神的にもたとえこれから就職できたとしてこの不安が完全になくなるとは思えないし今の条件で最善の選択ならした方がいいとは思うでもそもそも結婚って何だろうって考え出すとね オーリガだったら結婚は義務よって言うんでしょうけど時代も国も違うし未婚のオーリガや私が言ってもね説得力に欠けるわね私はおばさんみたいに定年までに勤める仕事も分譲マンションもないしそんなの伴侶や子供に比べたら何の価値も持たないって人もいるわよ子供とマンションを比べるのはどうかと思うけど伴侶や子供を持ちたかったって思う それはね、今でも時々考える後悔っていうかもしいたらどんなだったろうって想像するのやっぱり人間誰かに必要とされないと不安になるものだし必要とされると生きる力になると思う私にも夫や子供がいたら少なくとも20年くらいは必要とされたかしらなんてねでもおばさんは職場で必要とされてたから定年まで勤められたわけでしょ 私個人が必要とされたわけじゃないでしょう別に被害してるわけじゃないわよ。一握りの特別な人や仕事でない限り、この人でなきゃダメなんて仕事はないと思ってるだけ。ただ、働くのは嫌いじゃなかったし、職場に恵まれたと思うわ。つまりね、生きていかなければ、働かなければ、そう大事なことはそれだけ、働かなければ。 それもイリーナのの。セリフじゃないの不思議よねぴったりハマるオーディションではねこれまでの人生についてのインタビューみたいなのもあるらしいのわざわざ劇団に老人を入れるのは演技じゃなくて自然ににじみ出る年月で表現できるものが欲しいってことでね私の年代で未婚のまま定年まで働いたっていうのは珍しいから目いっぱい強調しようと思って。 おばはにやりと笑った。この人が自分の孤独な人生を悲観しているなどとどうして思ったのだろうおばは人に必要とされてもされなくても人生を渡っていくための生きる力という燃料を自前で賄ってきたのだ自分にそれができるだろうか近佳子の二度目の面接先は京急線沿線の古い雑居ビルに入っている会社だった。 人事との一次面接を突破した近くを今日面接するのは入社した場合は上司にあたる事業マネージャーと聞いていた伺ってるとこれまであまりご自分のキャリアパスについて考えられてこなかったような印象を受けるのですが自分に与えられた仕事を全うすることに全力を尽くしておりました出世欲はないと転職も考えなかったんですか リーダーに向く人間とそうでない人間がいると思うので私は後者で転職は職場環境に恵まれていたので考えませんでしたそうですかまあ気楽に働けたらそれはそれで楽しそうですけどね僕は守りに入ってしまうのが嫌なんです仕事人生常に攻めていきたいんで自分は気楽に仕事を守っていたのだろうか 近くは金属20年の日々を振り返る。そう言われればそうとも思えるしやはり腑に落ちない自分もいる弊社はああ本社という意味ですけど完全成果主義ですから向かないなんて言ったら言い訳か意欲がないとみなされるんですよ今回はアシスタントの募集なので出世欲があっても困るんですけど <laughs> あそれから念のため 近くご出産の予定はないですよね。確か未婚と伺ってますが。あそれはないです。言いながら、普段の見合い相手の顔がよぎり消えた。よかった。制度は用意してあるんですけど、やっぱりまだベンチャーなんで。それでやる気はあっても若い女性はちょっと敬遠してるんです。あこれセクハラじゃないですからね。マネージャーはひとしきり彼の社内での武勇伝や、 これれから彼が任される本社副社副長キモ入りのの大プロジェクトの話をして面接は終わった。次は本社兼務の役員面接になると言われたのでマネージャーの面接は通ったようだった面接からの帰り道地下子は駅へ続く通り沿いの不動産屋の外で沿線の物件情報を見るともなしに見る自分にふさわしい仕事が見つかりそうで 自分にふさわしい相手から誘いをもらい何もかも順調なのに足取りはどんどん重くなり道は狭まっていくカバンの中でスマートフォンが振動する画面には「のりえおば」とある千佳子は息を深く吸い耳に当てる「シカちゃん」半ばかすれた聞きようによっては既得かと疑うような声だ受かったオーディション 拳を天に突き上げてうわーっと叫び出したいのに恋にできず口からは「う」「あ」「お」と意味のない音だけが出てくるあふれ出る近くの感激をそのまま受けたようにおばがうわーっと息をついた受かった信じられない受かったのよおばさんすごいじゃないすごいほんとすごいよああでも研究生って扱いなのよ補欠みたいな感じで正式な団員じゃないの やっぱりみんな老人だから体調不良の人もちらほらいるらしくていつ死ぬかわからないしそれでもすごいよなんかテレビとかも来る記者会見があるんですって来年新しい芝居で「エジンバラ」の演劇祭に出るらしくって「エジンバラ」ってスコットランドの多分それよ兄さんや姉さんたちにも言わなきゃ内緒にしてくれたもんね あとお友達や職場にもおばが電話の向こうで右往左往している様が容易に想像できた近子が「おばさん?」と話しかけてもしばらく返事がない数回繰り返しようやく「え?」っと返ってくる「ねえおばさんあのセリフ言ってオーリガの最後の」セリフってえあのオーディションのセリフ戸惑ったような沈黙の後 おばは何かか、を察したのか理由を聞かずにこほんこほんと喉を整え始める大事な妹たち私たちの人生はまだ終わってはいない生きていきましょう楽隊はあのように華やかに楽しげに演奏しているもう少ししたら私たちにもわかるような気がするわなぜ生きているのか何のために苦しむのか それが分かったらそれが分かったら回戦を通していつもより一段若い間おばの声を聞きながら近子は胸の内でおばと一緒に覚えてしまったセリフを暗唱する近子は幻の虐待の演奏と自分のローヒールの靴音に追い立てられるようにして見知らぬ駅のそばの川沿いの土手に上がるどうということもない郊外の狭い河原だったが 細かく光を反射する源その光が透けて見えるすすきの穂がひどくまぶしかった海はまだ遠く大きく蛇行する二級河川の先はまた密集した住宅地へ消えていくでもその遥か先のどこかで同じ水はエジンバラにも流れ込んでいる多分セメダの守りだのと戦うのではなくて 例えば人生を泳いではいけないのだろうか。コートとスーツのジャケットを脱ぐと、緊張で脇の下にかいていた汗が風にさらされ、一気に冷えた。その分だけ千加子は自分がほんのわずかに軽く清涼なものになったような気がした。千加子は口の中で何度も繰り返す。それがわかったら。それがわかったら。